皆さんこんにちは。茨城県警察少年課少年サポートセンターです。これから中高生に向けた非行防止教室をお送りいたします。皆さんの身近に潜んでいる危険、日常生活の中で注意すべきことについて分かりやすく説明します。よく聞いて安全に楽しい生活を送っていただきたいと思います。まず万引きについてお話しします。万引きとは買い物をするふりをしてお店から商品を盗むことを言います。万引きは窃盗罪という犯罪です。法律上窃盗罪は最長10年間刑務所に入ることになります。また友達などが万引きするときに見張りをするのも同じ罪になります。さらに万引きを見つけて声をかけてきた店員などに怪我をさせたら強盗傷害罪等になり刑罰も重くなります。万引きを見つからなければ平気、見つかっても後でお金を払えばいいだろうなどと思っている人もいるようですが、それは間違いです。万引きは立派な犯罪なのです。軽く考えないでください。それから他人の自転車やオートバイ等を無断で乗ることも万引きと同じ窃盗罪です。皆さんはもし友達や先輩に自転車を盗もうなどと誘われたらどうしますか？友達や先輩には断りにくい、どうしようと困ってしまうかもしれません。そんな時は皆さんの悪いことはしないという強い気持ちと断る勇気が必要です。また脅されて盗んでこいと言われたらその場から離れることも大切です。そして周りの大人に相談する勇気を持ってください。次に皆さんは深夜徘徊という言葉を聞いたことがありますか？徘徊とはあてもなくうろうろ歩くことを言います。また深夜とは午後11時から翌日の午前4時までの間を言います。深夜徘徊は非行の入り口とも言われていて、深夜に外出すると周りの雰囲気に流されて喫煙や飲酒などをしてしまうリスクも高まり、その結果補導をされることもあります。次に皆さん、偽電話詐欺を知っていますか？偽電話詐欺とはありもしない作り話の電話をかけて電話に出た人を信じ込ませ、お金やキャッシュカードを騙し取るとても卑劣な犯罪です。令和2年1月から5月までの間に茨城県では2億円以上の被害が出ています。偽電話詐欺の被害に遭わないようにするため、皆さんから家族に電話でお金やカード等を要求するのは詐欺であることを伝え、もし怪しい電話がかかってきたときには警察に相談するように教えてあげてください。また予防対策の一つとして留守番電話機能を活用することを教えてあげてください。それから偽電話詐欺の加害者にもならないように気をつけてください。未成年者が偽電話詐欺の受け子といってお金やカードの受け取り役になってしまうケースが後を絶ちません。令和元年に茨城県警が逮捕した偽電話詐欺の犯人56人のうち未成年者は11人でした。つまり逮捕された人のうち約 20% が未成年者だったのです。また逮捕された未成年者11人の中には高校生が3人、そのうち女子が1人いました。なぜ未成年者が多いかというと、詐欺グループは警察に捕まる可能性がある受け子を自分ではやらず、偽電話詐欺であるということを隠してアルバイトしない、荷物受け取るだけでお小遣いになるよなどと甘い言葉をかけ、未成年者を受け子として雇うケースが多いからです。皆さん、怪しい人から誘いの話があったときはきっぱりと断ってください。続いてインターネットについてお話しします。皆さんはLINE や Twitter などを利用していますか？ LINE や Twitter、動画投稿サイト、Facebook などは SNS と呼ばれています。SNS は便利で楽しい反面、さまざまな危険や問題があることを認識することが大切です。例えば、掲示板を利用するときには、個人情報や嘘、
悪口は絶対に書き込まないことが大切です。個人情報とは名前や住所、電話番号などで個人を探し出す手がかりになる情報です。軽い気持ちで書き込みをしてしまうとトラブルに巻き込まれる場合もあります。また書き込んだ内容によっては名誉毀損罪などで逮捕されることもあります。さらに相手に対して危害を加える等の書き込みは脅迫罪等になります。他にも飲酒や喫煙、無免許運転などの動画をネット上にアップしてしまう未成年者もいますが、絶対にやめてください。バレないだろうと面白半分に SNS に載せて逮捕された生徒もいます。それからアルバイト先や利用したファーストフード店内での違法行為を投稿する未成年者も問題になっています。店側から損害賠償を請求されたり、威力業務妨害罪に問われる可能性のある違法行為です。皆さん、自分が投稿したということがバレて困るような書き込みは絶対にしてはいけません。次に自画撮り被害についてお話しします。ネットで知り合った人、交際相手、友人等に裸の写真や動画を撮らせてほしいと頼まれたり、自分で裸や下着姿の写真を撮って送信するように頼まれたりしたとしても絶対に応じてはいけません。その写真や動画が後で脅しの材料に使われたり、ネットにアップされたりして世界中に広がるかもしれないのです。実際に高校生の時に彼だけに送った裸の写真が彼と別れた数年後に拡散されていることが分かり、職場に知られてしまって仕事を辞めてしまったという人もいます。一度ネットに流出した写真を完全に消去することは不可能です。いくら親しい人でも裸の写真や動画などの人に見られて恥ずかしいもの、困るものは絶対に撮らせてはいけません。そして自分からも送らないようにしてください。自分は関係ないと思っている人がいるかもしれませんが、茨城県内でも自画撮り被害に遭っている中学生や高校生が複数います。自画撮り被害は身近でも起きていることなのです。最近ネット上に特定の友達の悪口をみんなで書いたり、メールで仲間外れにしようと誘ったりするような悪質ないじめが起きています。掲示板などに友達を傷つける書き込みをすることは暴力と同じことで犯罪です。軽い気持ちで悪口などを書き込んだり、友達が嫌がるような写真をアップすることはやめてください。また文字だけの世界なので、つい大げさな表現になり、自分の気持ちを正しく伝えられずに誤解を招き、そうしたことからいじめが始まることもあります。送信するときには相手が誤解しないか傷つかないかをよく確かめるようにしましょう。皆さんは無料でゲームがダウンロードできるサイト、音楽配信サイト、無料メッセージアプリなどで知り合った相手に自分の個人情報を教えていませんか？中学生がサイトで自分の悩みを真剣に聞いてくれた相手と実際に会って相談の続きをしようと思い、待ち合わせ場所に行ってみたら成人男性に車に監禁され性犯罪の被害に遭ってしまうというような事件が起きています。また女性だけでなく男性が被害に遭うこともあります。男子高校生がゲームアプリで知り合った女性と会う約束をしたところ、現れたのは男性で、脅されて性的な被害に遭うというようなこともあります。出会い系サイトではないサイトやアプリにも危険は潜んでいるのです。皆さん、ネットで知り合った人とは絶対に会わないでください。皆さんが使っているゲーム機やスマートフォンにはフィルタリングがかかっていますか？スマートフォンやインターネット接続可能なゲーム機などにフィルタリングをつけることで、違法なサイトや有害なサイトをある程度ブロックすることができます。フィルタリングは皆さんを守るためのものですので、家族の人と相談してきちんとフィルタリングを利用し、簡単に外さないようにしましょう。ここではスマートフォンのフィルタリングの方法についてお話しします。一つ目は、スマートフォンを購入するときに携帯電話会社に申し込みをする方法です。携帯電話会社は有害サイトアクセス制限サービスを無料で提供しています。二つ目は、利用する人がフィルタリングアプリを設定したり、アプリのインストールなどを制限する機能をスマホ自体に設定する方法です。フィルタリングのアプリをダウンロードする際は、そのアプリの信用性や料金を
よく確かめてからダウンロードしてください。フィルタリングを活用する上で気をつけなければいけないことがあります。それは、フィルタリングはすべての有害サイトを制限できるというものではないということです。特に Wi-Fi を使ったインターネット接続には注意が必要です。お店などで無料で使える Wi-Fi にはフィルタリングがかかりません。そのため、フィルタリングを設定していても、有害情報をすべて防ぐことはできないのです。皆さん、フィルタリング設定だけで安心せず、有害サイトには接続しない、安全なサイトだけを利用するという強い気持ちを持ってください。最後に、インターネットを上手に利用していくために、次のことを守るようにしてください。一つ目、自分の身は自分で守りましょう。ネットで知り合った人とは会わない、個人情報を教えない、恥ずかしい写真などは送らないなど、自分の身を守る行動を心がけましょう。二つ目、周囲の迷惑となることはやらないでください。友達の悪口や嘘を書き込むなど、相手を傷つけるような行動は絶対にしないでください。三つ目、困ったときは自分一人で判断せず相談してください。もし SNS が原因でトラブルが起きた場合は、自分一人で抱え込まずに必ず周りの大人に相談をしてください。SNS は住所や年代に関係なく誰とでも知り合うことができます。反面、相手の本当の気持ちが分かりにくくトラブルになることもあります。上手な使い方を考えて犯罪被害に巻き込まれないよう注意しましょう。安全に学校生活や社会生活を送るために自分の行動に責任を持ち、警戒心とモラルを持ったインターネットの利用を心がけてください。今日聞いた日常生活で注意することをよく守り、安全に楽しい生活を送っていただきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。